どっちです。今日なんですけどもね、まあこれちょっと久しぶりかもしれませんけども、私が今注目している新鋭ブランド、非常に自他共に認めるアンテナの高さでね、有名な私が今こう注目して、こう目をつけてチェックしているブランドをこうちょっとシェア発表したいなというような、まあ企画でございます。はい。で、今日も紹介していこうと思うんですけども、今日もですね、二つピックアップさせていただこうかなというふうに思います。この二つですね。で、これね、やっぱ不思議なことに、ちょっと僕の癖かもわからないんですけども、やっぱこう気になるもの気になるもの全部がアジアなんですよね。アジアのブランドで、やっぱアジアのマーケットが非常にこう熱いなっていうのを、まあ、日に日にね、こうそういった思いが強くなってくるんですけども、今日紹介するのもアジアのブランドで、二つともアジアですね。はい。じゃあ、まず一つ目行きましょう。一つ目ですね。ウィンドウかな。ウィンドウっていうブランドですね。ウィンドウ00って書いてあるんだけど、多分この00は発音しないんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、すいません。僕今、こう、自分のパソコンでなんか、いろいろ画像を見ながら、ベラベラ喋るっていうことにします。で、まあ、まずこのウィンドウっていうね、ブランドについてなんですけど、まあ、こちらもね、いかんせん新鋭ブランドでして、今回も、まあ、いかんせんやっぱね、情報が少ないんですよ、まだ世に出てる情報が。なので、その情報の正確なところとか詳しい情報っていうのはちょっとねお伝えできないんで、このブランド名の発音も含めね、ちょっと勘弁いただきたいということを最初に申し上げておきます。はい。毎度のことながら。で、このウィンドウというブランドは韓国ですね。韓国のブランドです。で、一応まあ韓国とロンドン、まあ、イギリスと、まあ、ちょっと拠点があって、まあ、どっちかで企画、どっちで制作してるのか分かんないですけど、まあ、どっちかでこうやってるみたいですね。まあ、二つ拠点があるのかな。っていうようなブランドで、一応17年の秋冬ですかね。17年の秋冬ですよ。ね、まだまあ、1年とか、しか経ってないっていうような、本当に新鋭のブランドでして、韓国のブランドですね。そうです。韓国のブランドです。で、どうやら、デザインチームでデザインをしているようですね。3人くらいかな、というふうに、調べた結果行き着きましたけども、はい。っていうような、まあ、ブランドですね。まあ、例のごとく、またこの辺にですね、ルックの画像とかをパンパンパンと流しつつ、スライドショー形式で見ていただければな、というふうに思います。で、ウィンドウというブランドなんですけども、これね、何がビビッときたかというとね、やっぱね、近年の、まあ僕の、まあ気分でもありますし、これからこうなっていくんじゃないかっていう、そのモードっぽさっていうかね、正統派のモードっていうか、なんかそういうような、ニュアンスをね、結構非常に含んでるんですね、こちらのブランドは。うん。もうストリートとかでは全くないですね。テーラードがまずベースにあって、で、そういうクラシックなところに、まあ、変態っぽいこうデザインとかだったり、ちょっとフェミニンな感じとか、もう加えつつこう独特なね、雰囲気というか、うん、なんですよ。なんで、こう、テーラードなんですけど、テーラードがまあ中心なんですけど、なんかね、その、リトルビッグとか、サリバンとか、とはまたちょっと違うね、なんかこう、モッツっぽい感じというか、なんかね、またちょっと違うんですよ。リトルビクとかね、サリバンはちょっとこうロックっぽいというか、イギリスの UK みたいなところ雰囲気があると思うんですけど、そういうのとはまたちょっと違う雰囲気のテーラードで、まあ綺麗、美しいんだけど、ちょっとまあフェミニンさだったり、ちょっとこうノスタルジックさがあったり、まあこれはまあルックのね、雰囲気とか写真の雰囲気にもよるとは思うんですけども、まあそういうような雰囲気があってですね、ああ、これはなかなか面白いし、かっこいいし、と僕は思ってビビッと来たっていうのが、まあ、まあ、本音というか、ですね。まあ、注目するに当たったというか。で、中でもやっぱカッティングが結構面白くてですね、まあ、テーラードなんだけど、なんかちょっと面白いこう、カッティングパターンみたいなものが落とし込まれてたりとかして、まあ、袖口とか、なんか、まあ、パンツもそうなん、トラウザーもそうなんですけど、やっぱカッティングに結構特徴が あるなっていうようなね、ブランドかなっていうふうに思います。うん。かな？うん、なんかね、これもやっぱ独特なんですよね。若干もしかしたらまあクードスっぽさもあるかなとか、なんかそういうちょっと変態さもありつつっていうような感じで、この絶妙なバランス感とね、これはなかなかかっこいいんじゃないかなと、私個人的には思って、注目しております。ウィンドウですね。はい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 。まあ今回も例のごとくね、概要欄にインスタのリンク貼っておきますから、もしよろしければチェックしていただければより一層、全体感と世界観が合うかなと
わかるかなというふうに思います。はい。はい。一つ目、ウィンドウ。二つ目ですね。こっちが、ですね、これもね、発音が僕怪しいんですけど、8 on 8だと思います。こっちの方が知ってる人少ないんじゃないかな。8 on 8。8、8に on 8っていう。多分8 on 8で発音合ってると思うんですけど、これもめちゃくちゃ新鋭のブランドですね。で、中国です。中国人かな、デザイナーは。中国人のデザイナーで、どこだっけな、セントマーチンズかな、うん、を卒業しているっていうような、まあ、背景を持っているようなブランドですね、デザイナーが。はい、そういう、経歴の持ち主です。で、これもですね、まあ、まだ若いと思います。正式なブランド設立のその年月日みたいなのはちょっとわかりませんけど、多分、インスタの投稿を見るに17年の秋冬が多分一番古い投稿なので、そのあたりスタートじゃないかな。だからまあこれもまあ言うて1年とか、設立1年とかしか経ってないような、非常に若い、まあ中国人デザイナーのまあブランドなんで、まあアジアのブランドと言っていいのかなと思いますけども。はい。です。で、これもまたね、これもまたまあ、モードなんですよ。ちょっとね、やっぱそういうところに、まあ俺が気分だから目がいっちゃうのかもしれないけど、やっぱこれもどちらかというとテイラードをベースですね。テイラードがベース。なんだけども、さっき言ったそのウィンドウと、まあちょっと共通してる点は、リトルビクとかとは違うテイラードの解釈なんですよね。うん、なんかね、僕が特に特徴的だなっていうふうに思うのは、ジャケットの肩ですね。肩のラインがすごいね、特徴的で、美しいんですよね。結構そこが、何が違うって明確に言語化できないんだけど、まあ、ここら辺とかのこの、なんかスクエア型っていうんですかね、ジャケットがすごいかっこいいなっていうふうに僕は思います。肩から、まあ、丈もちょっと短めで、もうほんとモッツっぽい感じなんですよね。ね、で、なんかね、かっこいいんですよね。独特の雰囲気とかがあって、もう本当に肩をパーンとかね、もう垂直みたいな感じで。すごい、不自然なんですよね。アンナチュラルじゃないですか。人間の肩ってね、こんなんなってないですから。でもその、この肩の、このスクエアの作り方が、なんかね、まあ、リトルビクとか、サリバンとかとまたちょっと違うパッドの入れ方をしてるんじゃないかなというか、見え方がちょっと違うんですよね。この8on8 のジャケットの方がよりなんかこう鋭い感じですね。うん、なんか、本当にカン!カチッみたいな感じのフォルムが出てて、なんかそれがすごいかっこいいなっていうふうに思うんですよね。で、それが、どちらかというとサイジングとかをよりちょっとこうコンパクトにして、丈もそうだし、身幅とかもちょっとこう、キュッキュッとこうコンパクトにして、みたいな、そういう、こう、また独自のね、このアジアのブランドってそういう、最近僕が注目するアジアのブランドってそういうようなテイラードの解釈のね、ところがすごい多くてね、いや、かっこいいなっていうふうに、僕は思ってますね。8 on 8です。まあ、この辺のイメージ画像も見ていただいたらわかると思うんですけどね。いや、かっこいいんですよね、これ。うん。まあ、ちょっと細身でね。特になんか、まあ、僕的には一番最新のシーズンですかね。19SS のこの黒の上下のね、セットアップとかめっちゃかっこいいなっていうふうに思うんですけどね。これもね、めっちゃかっこいいなと思うんですよね。この辺に僕編集で出しときますかね。めんどくさくなったら。いや、この黒のセットアップめっちゃかっこよくて、なんだろうね、パッと見普通なんですけどね、ここのウエストの絞りとかがすごいかっこよくないですか?ね、こういうところがやっぱ、ちょっと違うというか、独自の感じがするんですよね。と、この裾の感じ、パンと。ちょっと、まあ、ジャケットにしては若干短めかなとは思うんですけど、ちょっとフェミニンな感じじゃないですか。この S カーブというか、こういう曲線美がここら辺にあって、でも肩はパチンみたいな、なんかね、こういうのはすごいかっこいいなって思いますね。あとは、まあ、この黒のセットアップもそうなんですけど、白ですね。白のセットアップもあるんですよ、これ。まあ、また出してるかなと思うんですけど、白のセットアップもあってですね、これもまたかっこいいんですよね。これもま、さっきみたいにこう、ウエストシュッキュッってなってるんですけど、これね、ボタンがね、僕は結構これポイントかなと思って、シングルっぽいじゃないですか、これ。シングルっぽいんですけど、実はこれ多分ね、若干ダブルなんですよね。ここの合わせてるところがさ、ちょっと普通よりも多いじゃないですか、面積が。だからシングルなんだけど、ちょっとこう、フォールドというか、こう、多く、布が
普通よりも中心でこうじゃなくてちょっとこう来てるっていうか、いやなんかこういうところもねシングルに見せかけてちょいダブルっぽくねみたいな、いやこういうところがね僕は結構好きなんですよね、こういうさりげないところとか、うん、なんか結構こういうディティールとか、まあパッと見するかもしれないけど、こういうところよく見ると浮き立ってくるこういう綺麗な曲線美とか、なんかそういうのがね僕は好きです。はい、非常にかっこいいなと思います。はい、そんな感じでですね、どうでしょう、なんとなくやっぱねアジア暑いんですよね、個人的に非常にホットな感じになってきてね、2019年これねさらにこの流れ加速してって、おそらく20年くらいになったらねだいぶアジアのブランドがねこうぐわーっと盛り上がってきて、面白いこうシーンが生まれるんじゃないかなっていうふうに思います。19年はさらにそれが加速してね、引き続きやっぱねアジアはね暑いですね。はい、なので、ウィンドウと8on8ですかね、これはチェックしといて全く損がないと思いますんで、概要欄かインスタのねリンク飛んでいただいて、ぜひぜひチェックしていただければなというふうに思います。はい、そんな感じで、好感度な私がお伝えする今注目しているブランドでございます。では